はい、移動しまして、はい、購入しましてですね。はい。はい、これですね。芝公園の、そう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 。まあ、ちょっと芝公園にはなかったんで、うん、一番近くの浜松町の、うん、浜松町の宝くじの、売り場で。駅中のね。そうですね。うん、買いましたんで。落ちないうちに購入したものです、はい。そうそうそう、はい。で、まあ、その浜松町の近く、もしくはまあ、どこかの公園で撮りたかったんですよ。うん、そうですね。ただまあ、この時間帯ですから、子供がね、子供遊んでますし、はい、ますし、働いてる方が、ね、そうそう、ご飯食べてたりとかしてたんで、ね、だからちょっとね、取られなかったんで、はい、家に帰ってきました。そうですね。うん、まだ開ってない状態で、そう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 、帰ってきたので、はい。まあ、これから、ちょっとね、削っていきたいなと。っていうのをやろうと思うんですけど、はい、思ってます。その前に、はい、まあ、その前にですね、この、うん、先ほどのパワースポットに行く前に、はい、やった結果が、まあ、そうですね、あるんで、さらの状態で。それがね、はい、はい、まずどうなのかっていうところ。そうなんですよ。僕はさらの状態で買わせていただいて、まあ、蛇塚に、はい、だから、お参りする前ですね。そうですね。で、その時に2枚買いまして、それは、はい、申し訳ない、まあ、外れでしたね。2枚とも、外れでした。ね、はい、まあ、それはそうです。はい、6等までありまして、1等が100万円で、6等が200円なんですけれども、ちょっと6等も当たらなかった状態でした、ね。そうですね、この、外れでした。ちびまる子ちゃん、スクラッチジューンブライド、うん、編というやつの、ね、はい、200円のスクラッチくじですね。これはちょっと外れちゃったんです、僕。そうなんですよね。はい。で、まあ、僕の方も2枚買ったんですけれども、はい、なんと、6等の200円を当てるというですね、企画がちょっとブレるんじゃないかっていう結果を出してしまったんですけど、もともと金運あったよっていう、まあ、まあでもそうですね、そうそうそう、ただまあ6等の200円というのは一番下の、うん、そう下なんです、当たりなので、うん、まあ変な話ね、その54321とどれか当たれば、まあ上がったってことは言えるわけなので、まあ、1000円、3000円、1万円、10万円、100万円と上がっていくんですけれども、これどこかを当てればいいわけですから。はい、そうですね。早速じゃあ僕からちょっと削っていきますね。削っていきましょう。はい、早速。ちょっと削っていきます。はい。削りますよ。さあ、これ、注目ですよ。はい。これ同じ、絵柄が3つ。お、お、お、もう、リーチですか？リーチ。等指輪の1等が100万円もう2つ来てますよ。もう80万来てますよ。うわ、100万長者やん。じゃあいきますよ。はいはい。いや、もうこれ指輪がいいですね、できるならね。あ、ここはもういいわいいわ、雑魚、まあ、雑魚ですよ。1個、もう1個あればいいわけだから。来た、いや怖っ、いきますよ。怖っ、来い、金来い、金来い、金来い。ハズレということですね。いや、なんやねん、これ。トリプルリーチみたいな。トリプルリーチでしたね。いや、まあ、惜しいとかじゃないんだけど、ね。まあ。まあ、まだありますから。もう一枚ありますよ。はい、もう一枚。これね、もう一枚ありますから。これ、僕、取りますよ。100万円。あなたは200円でいいんですか？そう。で、結婚資金にしますから。僕、資金使いますから。ジューンブライド編ですし、ね、はい。そうそう、ジューンブライド編ですしね、はい。削っていきます。さあ、どうでしょう。あー、ちょっと難しいかな。一応まあ1等と2等の絵柄が出ましたね。そうですね。はい、10万等は100万の。そう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 。あら、来た。あれ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 、今リーチですよ。このね、2等がリーチ、はい、10万円ですよ。10万円ですね。10万円。これでもまあまあ美味しいもん食べられるわ。いや、もうケーキいくらでも食えますよ。ちょっと取りこうから。お、やり方変える。あー、ラストですよ、ラスト。関係ない関係ない。はいはい、いや、怖っ。削りますね、もういっぺんに。お願いします。これ10万。いや。トリプルリーチ。そうですね。これは、ハズレですね。豚ですよね。豚ですね。ダメだなぁ。僕ダメでした。まあこの、託します。200当ててますから、岸本さんは。そうですよ。僕はだからそもそもがあるんで。そう、金運があるんでね。はい、じゃあ1枚。1枚。まず行かせていただきます。はい、行ってください。指輪と花束ですね。4等ですね。1等4等。まあ、ここまで。お、1等来た。あ、両方ありますね。ってことはもう指輪か花束か来たらもう当たりってことですよね。そうですね。3000円おは100万円でございます。はい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 。いきますよ。はい。一気にいっちゃいます。一気にいってください。いやー、トリプルリーチ。ダメでございますかね。当たりならず。当たらず。当たらずですね。
外れです。これは非常にまずい流れですよ。いや、本当ですね。これはまずいですよ。なぜなら、僕一度当ててるっていうね、ことがあるので。後藤から言っといかなきゃいけないですから、外れてるじゃないですか。ラストです。今3枚外してますから。はい、こいつの、この、まるこちゃんにかけます。まるこちゃんにかけます。はい、さあ、まるこちゃん。お願いします。僕はね、まるこちゃん、お金が欲しいんです。俺、あんだけ祈ったんだぜ。ねえ。お、でも一等のリーチじゃないですか、これ。はい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 。一等リーチ。指輪がね、二つ出てる。指輪ですね。うん、一等指輪ですから。このキラッとしたやつが来れば、もう、文句なし、はいはいはい。文句なし。さあ、じゃあもう行っちゃいますよ。行ってください。最後、一かき。行ってください、一かき行ってください。これなんすか？これをどこ当たってます？そうですね。まあ。はい。ということで。外れじゃないですか。4枚。外れが4枚と、ね。200円がゼロになりましたよ。そうですね。効果はあったわけですね、だから。悪い方にね。悪い方にね。うわ、もうなんやねん。200円がスカですよ。まあだから、ガリガリ君も、うん、当たりの、パターンを一つ、はい、やって、効果なしと。なしですね。うん、そして宝くじは宝くじは、はい、マイナス200円、ね。気運が下がってしまう。気運が下がるという。まあでも、これあれですから、うん、即効性があるかどうかっていうところもあるんで、即効性があるんですよ。まあそのジンクス、そのあるじゃないですか、うん、あのイチロー選手が毎日カレーを食べる、ね、毎日そばを食べるみたいなありますけど、ルーティーンみたいな、そうルーティーンをね、うん、それを1日目でじゃあかなんかって言ったら無理ですから、毎日続けてこその、ね、じゃあやんなよって言ってね、すぐ欲しがっちゃった、うん、まあ、いやー難しいな、やっぱり無理なんですね。そうですね。でも金に関してはあれですよ、私たちはでもこれやってる理由としましてはマイスターなわけですから、うん、そうマイスター、まあ、ちょっとやっぱ評価をつけなきゃいけないですね、うん、これだから星、3つとか5つにしましょうかね。あ、そうですね、星5つで評価していこうかなと思うんですけども、はい、どうします？まあまずじゃあ、うん、即効性ですね。即効性ですね、はい、これはもう文句なしに星1つですね。ヘビ塚の速攻性は1です、はい、1です、1星1つです。だからあのボディーブローのように効いてくる可能性もあるので、あ、後からね、はい、後からね、もしかしたら、はいはいはい、はい、確かに、っていうのもあるんで、確かに、はい、あと何ですか、あの雰囲気というかね、雰囲気ですね、雰囲気、うん、雰囲気はね、まあ、なかなかまあ僕らお酒をなんていうんですか、はい、お供えしたじゃないですか。あ、しましたよ、うん。そのお供えを鷹のような目で見るおじさんがいたんですよ。はい、そうなんですよね。うん、その、我々がお供えしたお酒も横からぶんどるぜ、ぶんどるぜっていう、ハイエナみたいなじじがいたんです。鷹の目をしたハイエナがいたんですよ。盗賊がいました、ね。そう。だから雰囲気。まあそういう意味で言ったら、まあ、はい、3つ、4つは。ひりつく感じはありましたよね。そう。スラムをね、はい、味わえるような。なんでまあ 3.5 ぐらいにしときますかね。3.5にしましょうか。じゃあ、はい、最初から点5つけます。3にしましょう。じゃあ 3でいい、3にしましょう。3にしましょう。で、まあじゃあ通いやすさみたいな。そうですね。うん、まあ通いやすさで言ったらこれは4じゃないですか。そうですよ。だから都内で。うん、そうそう。あとまあ東京タワーが分かればほんとすぐ。そう。で、観光して、で観光し終わって、なんかいろいろあるじゃないですか。うん、まあ近くにフリーメイソンのね、ロッジもあります。そうなんですよ。ね、僕らちょっと行きましたけれども。撮ってきましたよ。そう、ロッジ、うん、まあ睨まれましたけど。そうですね。ロッジありまして、はい、なんかさ、ワンピースもありましたよね。今、ワンピース店みたいになってるじゃないですか。東京タワーで、ワンピースのテーマパークで、ね。そう。で、水族館もありますし。はい、で、まあその帰りにちょっとなんか、もう一個欲しいなっていう時に、うん、デザートが欲しいなっていう時に、はい、そっか、ちょっと降りていただいて、はい、坂降りていただいたらすぐありますから、蛇塚の方があるんで、通いやすさで言ったらもうこれ4を上げていいんじゃないかなと思うんですよ。そうですね。もうコンビニとかも近くにあるんで、うん、卵とかお酒もすぐ用意できますんで。坂降りてすぐのところなんでね。はい、まあ、で、総合で言うと、僕ですよ。はい。ですよ、もう構いません。マイスターですから。うん、2。だいぶ、ね、うん、結構いろいろやった結果、うん、まあ何も残ってないっていうね。あってに。うん。
1.7 だから、1.7 だから、下五入して2、あって2。限りなく1に近い2ということですね。そう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 。はい、でも、まあ、人それぞれ、パワースポットとか効果とか違いもありますし、そうそう、お祈りの仕方とかね。そうなんですよね。ちゃんとあったのかどうかっていうね。まあ、確かにあの時に金くれ、金くれっつって、頭下げて、ね、失礼だったなっ。ふざけたやつがいたんで。はい、はあるんで、ちょっとそれはね、反省してますけど。その分ね、ちょっと。差し引かれて、うん、それもあるかもしれないんで、はい、これに懲りずね、いろんなとこ行ってみましょうよ。まあ、今回はね、この金運、金運でしたけれども、うん、まあ、次回はその運動系とかね、そうですね、走ってみたりとか 100m どんだけ速くなるとか、まあ、バッティングセンター行ったりとか、とにかく我々速攻性が欲しいですから、そうすぐ結果が出るところ見つけました。劇薬が欲しいんですよ。劇薬がね、劇薬コロッといけるようなすぐ、すぐ、すぐ欲しいんで、すぐ欲しいんですよ、うん、本当に。でも見つけたらね、うん、もう そこ行けばもうすぐ効果得られるってことが言えるんで、そう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 、だ本当にね、もう劇薬を探して僕らは歩くんで、うん、こう匂わなきゃいけないパターンの神社。そうですね。すぐ、近くやれるものじゃないとダメですか、ね。こう匂いたいんでね、僕らは。なんでまあ見つけるまでね、ちょっとやっていこうかなと思います。はい、これに懲りずね、やっていきますんで。はい、で、今回のマイスター、まあまあ蛇塚でしたけれども、はい、第1弾。まあ星 1.7、まあ2ということで。はい。酷評になっちゃいましたね。酷評ですからね。まあ最初ですからね。そうですよ。うん。最初に5を出してもね。そうそうそう。大変ですから。5を出しても。うん、だこいつらもうずっと5出していく気やんってなりますよ、うん。思われますから。はい。はい、ではまあまあそこはね。そうですね。辛く。はい。最初じゃあまあ、今後、はい、このパワースポットマイスターのコーナーもね、はい、ちょっと動画の方も充実させていこうと思ってますんで。はい。引き続き、ね、そうですね、ポッドキャストの方も見ていただいて、はい、聞いていただいて。これはだから、ポッドキャストと、はい、ブログと、はい、連動させていただいて、そうですね、で YouTube と、そうですね、まあ、はい、どれでも見れるようになってるというか、はい、はい、違った楽しみ方ができるんで、はい、はい、ポッドキャスト等もぜひね、はい、視聴していただければと思います。はい、よろしくお願いします、はい。よろしくお願いします。今回はもう終わりましたけども、マイスターでしたけれども、まあ、この企画、はい、星1、ありがとうございました。ありがとうございました。このポッドキャストは、あくまで都市伝説で、ジャンルはコメディです。